喉ガラガラだってし兄弟です。お手間兄弟です。お手間兄弟の兄弟です。あ、すいませんね。着物開発企画、はい、前回ね会議して何を作るか決めて、今日は早速仕入れ着っていう着物。なんでタイピングミスや仕入れ引いてきます、はい、古着の着物買いに行きましょう。はいはい。一から作ったらちょっとよくわからなくなるので、とりあえずサンプルとして形を一旦できるのかどうかとか、うん、作ってみてどうなのかっていうのを実際作ってみましょう、はい、っていうやつで。したらレッツゴー。 おー早いねイエーイよし、はい、戻ってきました。買ってきましたよ。4着しっかり買ってまいりました。この4着でございます。どれでする？どれでしようか。選んでいいよ。形超派手になるんやもんね、うん、これにする。これ、うん、これにするまあこれだと思います。今回はこれで。あ、生地感的にもう少し薄い方がいいのか。厚い、厚いこの。これは背中気を見とっとこう。これでやる。オッケー。これだか、うん、ケツ当てついてるよ。おお、破れないように。そう、透けないように。あ、透けないように。行こうかと思います。ててんててんってないね。おわーね。なるほどね。ただ見えるだけ脱いを。あー、こんな感じねと思って。綺麗、上手。うんうん、上手です。綺麗です。じゃあどの辺にハサミ入れるのか、1期目というか。ちょうどやね。おげさはここ。うん、こっち上。そこむずいね。どうしよう。非常に難しいね。前とかさ重なっとるけんさ、どうしようってなるけん。背中だけ一回開けてみて。背中から開ける。とりあえず背中二つ開けてみる。で、前は後からやろう。ほどくのね。ほどきます。できましたと。さあ、行くぞ。はい、できてみたはいいものの、まずそうしたいね。そう、そうしたいんだけど、ここかけるか。三つ折り具けしよう。端がペレペレなっとるやん。切ったところ。そう、これをまずこうやってちょっときれいにしよう。そこからだ、ぐるぐるは。なんや、意外と面倒いぞ。糸が決定しました。早いです。今日は早いですね。髪の毛がまとまってないですね。オイルが足りてない。つけてないもん。シャカシャカしとる。ちゃんとしてくれよかった。うん。YouTube って表に出るんだからね。何もつけてないわ。やってる。それは三分掛け。三つ折り掛けの三分掛けってことね。三つ折り掛けの三分掛け。向こう側には点点点とつくわけ。そう。今のでわかるかな。ええ。まあほぼ見えませんよってことだよ。糸目が。裏側にこうやって針が出てるのわかる？うん、うん。点点点点って。だから糸は点点点点としかこっち側には見えません。わかりますか？はい。大丈夫ですか？多分伝わります。4箇所、5箇所ぐらいします。5箇所結構セット。じゃあ掛け終わるまで時飛ばし。プレ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 。はい、掛け終わりました。終わりました。ここが綺麗にペラペラなってたのを全部折り込んで掛けております。はい。そしてどうしたら綺麗かな。の方がなんかぐるぐる感があるね。かわいい気がする。かわいい気がする。こうならないようにここで止めたいので、端そことそこを止めてもらった方がいいね、うん、それでなるもんかはわからんけどこの状態を維持したいのでここを止めた方がいい。
作ろうか。全然尺足りんだよ。もう一回同じことやるよ。じゃあもう一回同じことやりまーす。でそれ終わるかな、30までに。あ、30分。ほら切り込みだけ入れるか。そうね。っていうか切り込み動画外でどうせやるから、はい、今、はい、エンディング撮っちゃう。わかりました。というわけでなんかとりあえず1本作ってみたので、次回同じやつを後ろにもう1本背中2本作って、で前どうするかちょっと考えよう。前、まあ、むずいね。むずい。一回さ来た状態でなんか塗ってしまってぐらいのことせんとね、うん、難しいよね。難しいです。あとこう重なっとるけんさ、斜め斜めをまっすぐと見立ててみたいな、意味わからんことになってくるよね。こっち側を開けたとしてもさ、開いてもさ中にこれがおるまたこれも千葉みたいな感じやっけ、ね、まあちょっと考えましょう。そうね、考えながらやりましょう。はい、はい、さあ今日も続くか。1個ネジネジ作ってたんで、今回ここをくけて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 、こうもう一回ネジでいきましょう。今日ネイルバッチバチに決まっとるよ。先週結婚式があったからさ、友達のそれでネイルしてきて、でもねバチバチでもないよ。あ、本当だ、かっけかけだね。よく見るとでもいつもより黒い。いつもよりね。いつも5万やもん。今日はノリやな。今日ノリや。水折り具系。水折り具系。いじんな。これには訳がありまして、今までってか俺結構三部掛けって言うやん、うん、三つ折りして三部で掛けていくやつ、うん、三部掛けって言うってさ、この間結婚式でさ、うん、長崎帰ってさ親父と飯食いよったんよ、うん、で親父も YouTube 結構見てくれるけんさ、うん、そういえばお前に言いたいことがあるって言われて、うん、お前三つ折り掛けってさなんか三部掛けって言うらんって言われて、おお三部掛けって言うよ、あれ正式名称じゃないけんなって言われて、確かにってあれ受からんぞって言われて、国家試験で筆記もあんだよ、その時に三つ折り掛けとか書くとこあって、そこにお前三部掛けって書いても受からんけんなって言われて、確かに三つ折り掛けか正式名称と思って、あだ名みたいなもん、あだ名というか、何やろね、俺の修行先で言っととかの伝わるとけど正式名称ではないけ、最近三部掛けってバリバリ言えるけん、ちょっとどっかで訂正すればって言われて、はいなんてこれ三つ折り掛けです、正式名称は。これから試験が待ち受けてる方は注意していただいて、注意してください。これで三部掛けって書いたら中堅堂々と書いてイージー問題なのに、イージー問題、三つ折り掛けと折り掛け、折り掛け、三つ折り掛けはさ3つに折るやん、だけど三つ折り掛けで袖口とかはさ着物のねめちゃくちゃ細く掛けなきゃいけないとこがあるね、ここはね三つ折りにはしなくて1回折るだけで掛け、あ袖口じゃねえ、脇塗った後にさ折り返して掛けていくのあるやん、ここは三つ折り線形、あれは折り掛け。初めて聞いた。半分掛けって言う人おらんかな。どうなんやろ。私半分掛けって言いますって人ったらちょっと教えてほしいよ、ね、地域的なもんなのか俺らだけなのか。掛けました。掛け終わりました。掛け終わりましたのでねじっていきます。こうか、うん、こうやね、ここですね。そこを止めるんや。真ん中と上下止めるってこと。そう、真ん中だけやったらくるるんってなる。そうそう、どうなるんやろね、もう全然想像できんよ。もうこれは完全にサンプルですよ。これ作ってみて見てみて、あなんかいけそうじゃないってなったら本格的にこれを元にちゃんと作っていく。親父のとことかにさ作るって頼むってしてもさ、俺のあの画力じゃさ伝わんないからさ、実際物を作ってみてこういう感じこういう感じって言った方が伝わると思うので作ってみてるっていう感じです。帯問題もあるもんね。帯問題もある。もう帯はしないっていう方向でいくしかないよね。その帯をしないっていう方向で行ってみて可愛いのかどうか、そうやねっていうとこもあるので、まあ反省してから考えよう。その辺はこれで背中の分の2本ができましたと、こういうことですよ。でここが脇線ね、脇の線があるのでもう一回この脇の線ほどいて、この前身頃に次入ります。この辺で切ってこれとこれをねじる、これとこれをねじる、で最後この前身頃も切ってねじる、でそれをこう合わせてみてどうなるか。でも分からんねん、完成図が想像できんけんかけかけいいね、バクチなので次はこっちを切っていきます。よし、掛け終わりました。ねじってまーす。4本で終わりだっけ。前をどうしようかなって感じ。じゃあ一回羽織ってみる感じ。そうそう、 OK。いい、4本止まりました。あとは前をどうするかなんですけど、それは考えてないので一旦羽織りましょう、うん、はい、いいんじゃない。開いてますね、しっかり。そうそうそう、意外にいいね。1個問題あります。前のくらいになっちゃいました。そうなんよね。これ着る人のサイズ感の問題もあるからってことですかね。じゃあ大きく作らんまで作るなら、うん、でここがなんかキュッてして、そもそも普通にちっちゃめの着物の状態でギュッてしとるけんさ、うんうん、それはちっちゃくなるわな。そんならもう閉じきらんでよくない。下にさこの状態、これで下もうなんか白前提スカート、うんうん、スカートっていうかズボン白前提、いい感じ、後ろいい感じっすよね。ね、ふわっとスカートっぽくなるやん。ちょっと待って、そしたらここと同じ感じでやろう。 OK、 はい、脱いで、はい、脱ぎます
大丈夫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 というか、まあ行こう。良さそう。うんうんうん。着物っていうよりか羽織になるな。そうですね。あれってワンピースは、羽織っぽくなるね。そしたら逆に後ろスリット入れてとかでもいいけどね。まあ作ろう。ここで切って、ここで切ると、でかいよ、でかいけど。ここだけねじれがちっちゃくなるんだよな。はい。3寸の幅をこうぐるぐるってしてるから、ここでこうやると4になって2になるけん3分の2サイズになる。そうそう、前のとこだけ細くなる。これがまあ後ろと前やけん別にそれはそれでいくか、一旦じゃあそれでいきましょう。まあ身幅の問題もあるしね、それ用で身幅大きく作ればさ同じ感じになるし。縫い終わりました。 OK、 全てのネジネジが終わりました。来てみる記載感、記載感、記載で止めとけへそう見えんけど、まあでもそうね、そうそう、こういうイメージ、うん、ブーチ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 、後ろかわいいな、ね、ニヤニヤしないでください想像して何も見えとらんていい感じにイメージもできてるし、okay、形は見えた、うん、はい、ということで今日ははい、ということで今日はこれはね、ちょっとまあ一回作ってみたので、これが完成じゃないので、これを持ってどういう感じになるか見てみたくて、サンプルみたいな感じですね。そうそうそう、課題も見えたので、こうこうすればいい、こうやろうとか、サイズ感の問題とかもあるので、うんうん、まあでもいいんじゃない、なんかいいね、ビジュアルは可愛いと思うので、うん、これをどう商品化するかはちょっと追って、そうね、サイズ感だったり、そうそう、本当にできるのか、うん、社内会議にかけて親父とも相談して、後ろのこの感じ可愛いんだよな、後ろだけっていうのもありやね、うん、ありあり、ね、4本だけしたら周りの前幅をさもっと広く取ればできるけん、うんうん、ねじるからね、どうしてもちっちゃくなってきますからね。だからここの何もない感をどうするかっていうのとか、本来だったら帯がこの位置にね、うん、来る。だから帯じゃなくてさ、もう羽織ワンピース羽織みたいな感じにしたらさ、ここにボタンつけてさ、ここボタン止めてさ、消したらおっぱいでいいじゃん、なんか着るよチューブトップみたいなさ、あー、ね、そういうのを着たらさ、次ここはこうなってさ、はいはい、ここちょっと肌見えて、この辺も肌見えてってするけん、うん、っていう想定よ、俺は。なるほど、どっちか、どっちにしろ、だけどここは別にね、空いてていいと思うけん、このサイズ感でいくならね、こうちっちゃくする。でもし今後着物としてちゃんとやっていくってなったらさ、この奥身幅とさ前幅を結構しっかり大きく取ればさ、うん、もうちゃんとこう重ねることできるけん、うん、着物にもなるっていうのが見えてきたので、俺は一旦これを見たかったのよ、どうなるか、着物でこうやったらどうなるか、これを見たかったからで、よしとします。まあ楽しみにしておいてください。もしかしたら商品化になるかもしれないしなんないかもしれませんっていう企画よ、これは。わかりました。だって開発企画だもんですよねいいんじゃないでしょうか。今回はこれで出来上がったので終わりたいと。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次はまた新しいものを、うん、作る、作っていきましょう。はい、はい、第2弾でやっていきましょう。はい、ありがとうございました。なん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 よし本日もご視聴いただきありがとうございました。元山兄弟のさんなんでございます。着物開発企画へそ出し編ということでいかがでしたでしょうか。着物開発企画はこんな感じで常識を壊す新しい着物の形を作っていく企画です。洋服にもいろいろな形があるように、着物にも自由な形を増やし、着物を普段着として着る人たちが増えればいいなと思いながらこの企画をやっています。まだまだ開発していきますので楽しみにしていてくださると嬉しいです。ということで本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイマク。